はい、こんにちは。琵琶湖で、ガイドさせてもらってます、宮城と申します。よろしくお願いします。今ですね、昨年夏からエンジンさんで、琵琶湖スペックになる、ロッドスペルバウンドコアですねに、開発を着手してます。で今、スピニング1機種でベイト7機種で計8本ですね、こちらを、スタートさせてます。でどれも琵琶湖の、ストロングな釣りに特化したモデルになっているので、まだ開発は今後ね、いろいろ発表していきたいと思うんで、ぜひその辺も楽しみにしておいてください。はい、でまあ僕は琵琶湖で、ガイドをやってますけども、まあ、本当に琵琶湖らしい釣り、いわゆる本当に、シーズナルパターンをストロングな釣りで、やるスタイルを、トライしてます。なのでぜひ、まあ、そういうところに興味ある方はぜひまた遊びに出してあげればと思ってますので、ぜひお声掛けください。はい、よろしくお願いします。関東の釣りする人が多く見ているチャンネルなんですけども、はいはい、その関東の人が初めて憧れの琵琶湖とかに行くときに、はい、なんていうんですかね、おすすめの機種というか、いきなりドカーンって感じのは、はい、なかなか普段使ってなかったりするんで、関東でも使えて琵琶湖でも応用できるようなバンテとかが想像の範囲であれば、なるほどなるほど、わかりました。例えばそうですね、まあデングスがどうしてもそこはかかってくると思うんですけども、一番ですとやっぱ6号のミディアム、これですね、ベイトのミディアムなんですけど、こちらは、低弾性カーボンを使っているので、例えばミノーですとか、あとポッパー、あとシャロークランプの、まあ、小さいサイズですよねっていう、まあ、いわゆるトリプルフックですね、はい、に、特化させた巻物用の竿になります。で6フィート5インチなので、まあ、取り回しも非常にいいので、まあ、関東のような近距離の釣りですとか、まあ、あとテクニカルな釣りが多いと思うんですが、まあ、そういったところにも対応できると思うので、こちらは非常におすすめになります。あとはそれの少し、長い番手7フィートのミディアムですね、こちらは、まあ、もう少し、シャロークランクでも大きめのものですとか、もう少し、ディープクランク寄りのものでしたり、あとはバイブレーションだったりとか、はい、少しウェイトの上がるプラグですねを背負って投げれるパワーを持った7フィートのタイプなので、まあ、7フィートなので少し6号と比べた取り回しは悪くなると思うんですけども、それでも関東の、ね、近距離戦のシチュエーションでも使えるレンズになるので、こちらもおすすめになりますね。はい、近年噂でですけど、琵琶湖っていうのはどんどん毎年のようにパターンが変わってきて、以前のような琵琶湖とはまたちょっと違った感じっていうのはよく噂で聞くんですけども、近年の、まあ、今年2023の琵琶湖でこういう感じなんじゃないかなって傾向とか、おすすめのパンテとかがあったら。そうですね、どうしてもやっぱり昔はブルーギル天国だったんですよ、琵琶湖って。なので、まあ、本当にストロングな釣り、ダイナミックな釣りがシャローも沖もで、あと春夏秋冬も本当に通してできてたんですね。ただ今ベイト事情変わってしまったんですよ。例えばハスっこ、ちっちゃいハスだったり、アユだったり、あとワカサギっていう、いわゆる本当にちっちゃい小魚系になったことで、どうしても釣り方がやっぱり真逆になってしまったんですね。で同時にまあ、やれるゲームの幅もちょっとやっぱ狭くなっちゃいました。例えばノーシンカー系だったり、ジグヘッド、スイミング、IG 系なんですけども、それももちろん今のアジャストさせる上では必要ではあります。だけども全くじゃあ今までのストロングな釣りがなくなったかというと決してそうじゃないんで、まあ、普通に琵琶湖らしい皆さんがイメージするような大きいクランクでしたりとか、ヘビースピナーベイト、大きいスイムジグ、まあ、そういった釣りでも全然可能性ある湖なので、僕はどちらかそちらの方を皆さん伝えたいって思いでガイドを行っているので、はい、まだまだそれは全然可能です。もう、はい、結構投げれて負けて、うん、なんていうの、パワフルな琵琶湖を再現するようなシリーズっていう感じですね。ザ・ストロングバスフィッシングのロッドシリーズっていうパワーフィッシングモデルみたいな感じのイメージですね。はい、すいません、お時間いただきましてありがとうございます。こちらこそです、よろしくお願いします。
TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。ディパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。